石石橋橋君、はい、立憲国民新緑風会民会社の石橋です今日も盛りだくさん質問させていただきたいと思いますので、ぜひ大臣はじめ、皆様、簡潔、明瞭、的確な答弁、お願いをして、早速質問に入りたいと思います。まず、桜を見る会について、加藤大臣の所見、説明、見解を中心に、まず確認をさせていただきたいと思います。連日 まあ新しい事実が明らかになり、これまでの政府答弁、とりわけ安倍総理、菅官房長官の答弁が、どうも虚偽ではないかという疑いまで濃厚になってきている状況でございますが、とりわけ、今回新たに、これまでの桜を見る会の招待者の中に、反社会的勢力の面々が招待をされていた、実際に参加をされていた。 この事実が、まあ、官房長官も国会で答弁をされております、これ、由々しき事態だと思いますが、加藤大臣、内閣の一員として、この問題について、見解をお述べください加藤厚労大臣その。長官の会見等でも言われておりますけれども、いわゆる反社会的なといっても、定義が具体的にないわけであります。でそれ以上について、まあ、そうした報道があったということなんだろうと思います。 あのいずれにしても、今回の桜を見る会について、いろいろご指摘をいただいているわけでありますから、それを踏まえて、来年はこの開催を停止をして、そして改めるべきところ、どういうことがあるのか、それをしっかりチェックをしていくということでありますので、そういった中において、さまざまなご指摘を踏まえて対応していく、それが筋だろうというふうに思います。 石橋道博君大臣、相当認識が甘いんじゃないでしょうか。反社会的勢力の面々が参加をしていた、写真やり、それぞれのまあネット上のさまざまな証拠も示されております。これ、大臣、内閣の一員として本来であれば徹底的に調査をして、なぜそういう事態になったのか、国民に対して説明する責任があるんじゃないでしょうか。えー、っと今回とりわけえ国会質問で 特にあのマルチ商法を展開して破綻したジャパンライフの元会長、この方が実際に招待状を受け取っていた、それを宣伝に悪用されていたことまで、事実として明らかにされております、しかも、それがネット上に公開されていた招待状が、安倍総理の招待枠であったのではないかということまで、これは疑惑として持たれているわけです。 まあ今日発売の週刊誌にも、安倍総理の後援会に関する新たな事実も判明してきております。これ、大臣、これまで内閣の一員として、これやっぱり安倍総理にしっかりと国民に対する説明責任、これまでルール、さまざまなね内閣のまあ閣僚の辞任など、これ、説明責任を果たすべきだと、総理が説明されてきたわけです。であれば、ご自身の疑惑については、やっぱりしっかりと安倍総理自身が国会で国民に説明する。 そういう責任があると思いますが、大臣、安倍総理に促すことも含めて、やるべきだと思いになりませんか。加藤大臣。あの国会でのどういう取り扱いをするかは、国会でお決めいただくことだと思いますけれども、これまでもえ国会での答弁、あるいは会見、記者会見等でえ総理は、必要な説明をされてきたというふうに認識をしております。 石橋道博君大臣、安倍総理、国会での説明責任がさらさら果たしてませんよ。国会に呼ばれたら行くと言いながら、与党は一切予算委員会の開催にも応じない、なんなんですかね。いや、国会、ぜひ行きたいから呼んでくれと、予算委員会開いてくれと、総理が自らおっしゃるのが筋でしょう、それもされないで大臣、先ほどの答弁はこれは看過できません。大臣、内閣の一員として、総理がしっかり説明責任を果たすべきだと。 おっしゃるなら、堂々と予算委員会の開催を含めて、これ、政府・与党の一員として、大臣自ら安倍総理に進言してください。加藤大臣ですから、先ほど申し上げておりますように、国会予算委員会等々は、国会でお決めいただくことでありますから、私から言及するような話ではないと思います。また、えー、必要な委員会等においては、質問、ご質問があれば、それぞれえ総理が、あるいは長官がです、ね、答弁をされているというふうに承知をしております。 石橋道博君あの国民の皆さん、今の大臣答弁をお聞きになって、あこれはもう説明責任果たす気なんか、さらさら内閣としてはないんだなというふうな受け止めだと思います。じゃあ、大臣にお聞きします。大臣、これまで長年、大臣職にやられます。大臣、これまで招待枠、どれだけ持っておられましたか加藤大臣。<laughs> おっしゃる趣旨は、大臣としての枠という意味でございますね。えー、そういう意味は持っておりません 石橋すでに菅官房長官から、まあ、これどこまで正確か分かりませんけれども、えー、まあ自民党関係6000人の枠があった、えー、そういう答弁はされております。えー、安倍総理が1000人枠という話もされておりますし、えー、まあ官房長官、大臣含めて、うんぬんということまで出されております。大臣枠はなかかったんですか加藤大臣。大臣として何人という枠、あるいはもう少し言及していば。 厚生労働大臣としてあるいは内閣府大臣として何人の枠ということは、えー、ございませんでした石橋道博君、えー、それでは副長官次代はいかがでしょう加藤大臣いやですからそれぞれにおいて具体的な何人という枠が提示されてですねどうということはありませんでした石橋道博君えっとご反論法やられると困るので具体的に何人という枠がなくても どうぞ大臣、ご推薦をしてくださいということで、内閣府なり内閣官房から働きかけがあった、案内があった、それに基づいて大臣が、もしくは副長官時代に、自ら枠,まあ枠が明確な数字はなくとも推薦をされた、そういう事実はなかったんでしょうか、あったんでしょうか。<laughs> 加藤大大大臣臣臣ちょっととととと副長官と大臣とは違うんでですねその大臣とししててまず申し上げさせていただくと例えば 厚労大臣をした時に厚労省からら何人の枠がああるからという話はありませんでした、たそれから副長官時代、ですねこれはもう事務的にあったんで、私は具体的な姿を知っておりませんけれども、まあ、それまでもですねこの副長官を、あるいは長官等々を通じて、いろんな要望を受けて、それをつないでいたということはあったんだろうと思います。 石橋道博君えとまたすり替えてごまかされるんですが、大臣重ねて、何人という枠、それはもう分かりました、さっきね、何人という具体的な数字を示した枠はなかった、でも、大臣どうぞ推薦してくださいと、それに基づいて大臣が大臣として推薦をされた、そういうことはあったんですか、なかったんですかと聞いております。加藤大臣 ですから大臣として例えば役所の方からですね何人あるからあるいはこういう制度があるから出していただきたいという話はありませんでしたただ副長官の時はですねこの桜を見る会の招待の仕方として一定の副長官を通じて 内閣官房ににおいいてて人数を集めるという仕組みになってたという,ふうに象徴しておりますただ、申し訳ないんですが、具体的には全部、事務副長官の事務,所を事務局を通じてやっておりましたので、具体的なやり取りは象徴しておりませんが、ただ、その時に、じゃあ、副長官だから何百人、200人、あるいは何十人という枠があるという話があって、それについてどうのこうのっていう相談を受けたことはありません。 石橋道博君えとこれ官房長官がお示しになった枠の話と大臣の今の答弁と整合性がなくなります。官房長官はそれぞれ総理1000人枠、官房長官及びうんぬんかんぬんで枠を示されて全体として6000人というまあ一定の数字を出されています。ということは枠としては確認された数字があったということはこれ官房長官答弁です。ということは大臣今、 え副長官時代もうん今、いろいろごにごに言われましたけれども、大臣としても枠がなかった、そういうのことはなかったと言われると、これ、官房長官説明と整合性がなくなりますよ、ごまかされてるのか分かりませんが、大臣としてえというのか、大臣の職責にあったときに、一議員自民党・与党の議員として推薦されることはなかったんですか加藤大臣、それはあの確か衆議院でも申し上げたように、 こうした会があって、ぜひ出てきた、出たいという声が地元の方、あるいはそうでない方からもお話がありましたんで、それを事務所の方ででつな、ね、いでたということはあったというふうに承知しています石橋道博君。それが一議員のときと大臣のときと人数が違ったということはないですか。加藤大臣正直言ってて私の認識しいる限り ずっと副長官と大臣等をやっておりますんで、その前との比較ってなかなか頭の中にないんですけれども、基本的にあのそういったルートの中でお話をさせていただいていたというふうに認識をしております石橋道博君。えー、それれれででではですね、えー、厚生労働大臣、えー、これももきれば副長官時代も含めて 大臣、あの記憶云々と言われましたので、改めて精査をして、えー、資料として委員会に提出をいただきたいと思います。えー、委員長、取り計らいをお願いします。はい。多田山の件につきましては、ご来る次回において協議いたします。はい。はい、石橋道博君。はい、えー。大臣、ぜひあの堂々とあの委員会に提出をしていただきたい。そしてそれが。 えー、本当に功績のあった方々なのかということも含めて、委員会としてきちんと確認をさせていただきたいと思います。えー、と次の質問に移ります。全、えー、世代型社会保障検討会議議事録改ざん問題について、えー、確認をしておきます。えー、前回、田島委員からあこの問題について取り上げました。あの今日も内閣官房も参考人出席をいただいておりまして経産省からも来ていただいております。前回のののの田島委員の質問の際に内閣官房この場で えー、メール以外のやり取りがあったことを認めた答弁をされております、それに基づいて、理事会要求として、では一連のすべて、メール以外のやり取りも、ちゃんとお一連の経過として、資料として報告せよということで、要求をしておりますが、ゼロ回答です。改めて確認します、なぜ理事会要求案件に対して、ゼロ回答、資料を出さないのか、明明確な説明をお願いします内閣官房、加西次長。 お答え申し上げま,すあのまずあのメールにつきましてはあの、お示しさせていただいたとおりでございます。えー、そのほかあの、9月30日の、えー、と中西議員の窓口から、えー、内閣官房全世代型社会保障検討室の担当者に対する、えー、議事録の第1次の修正のメールが送付されたところでございまして、これに対しまして、 事務局担当者から返信のメールをさせていただいておりますで、その後経団連の修正意見は修正が多岐にわたっていたため事務局から経団連に電話をしまして修正の確認をいたしまして その際経団連から最終的な修正権について、後ほど改めて連絡するというお話がございました。こちらにつきましては、電話でのやり取りでございます。電話でのやり取りでございまして、その電話を登録のようなものは、えー、と作成してございません。 それから、えー、とメール、2つ目の修正メールがあの経団連から参りました。でさらにあの、追加の修正メールがあの10月4日に来ておりますで。それに先立ちまして、経産省から内閣官房のに、えー、と発令されているもの、全世代型社会保障検討室はです、ね、経団連事務局と会議日程等の会議運営に関する事務連絡を行っているわけでございますが、そうした関係の中で,です、ね、そのものが、 経団連からさらなるつい、えー、修正権を追って事務局に提出するという話を聞きまして取り急ぎその内容を事務局に対して伝えたということがございますで、これにつきましてもあの電話を登録のようなものはあの存在してございません その後最後に10月3日、10月4日の経団連事務局から送付されてきました修正案を反映して、議事録としてホームページに公表したところでございまして、その旨を経団連にメールで事務局からお伝えしたところでございます。確認したところころれが以上でございます石橋道博君 委員の皆さんにも、今日理事会で協議させていただいて、えー、一連のメールのやり取りの経過そのものをあの配布をさせていただくことで確認をしておりますので、ぜひ与党の委員の皆さんにも、そのメールの中身、見ていただければいいと思います。あの到底、今の説明では納得されないと思います。なぜなら、えー、経団連があ、まあ、あの自ずらあ要求した修正を、自ら削除する。 えー、そのの一連のプロセスが全く分かりませんもし今の内閣官房答弁が、あ本当だとすると行政の不作為です。一連の意思決定に関わる重要なプロセスをきちんと行政文書として残すのが皆さんの責任です。その責任を果たしていないということを、この場で堂々と答弁をされたのであれば、これは皆さんの完全な不作為です。大切な経緯が分かりません これ、重要な意思決定、政策決定に関わるプロセスの問題です。だから我々は信じられません。あの加藤大臣にもぜひ、経過聞いていただきたいんです。あのもう内閣官房との信頼関係は失墜しています。我々の会議で何度も答弁を修正をされて、えー、なかったことをあった、あったことがなかった、それを後に修正をして、いや、そうではありませんでした。こんなことを繰り返されたら、まともな議論、質疑はできません。 事実を隠されたら、事実に基づいた議論ができません。だから申し上げているんです。あの内閣官も絶対に記録はあるはずです。皆さんがそんなにいい加減な仕事をするわけないです。あの引き続き、これ理事会の要求案件ですから、ちゃんとした資料の提供は求めていきたいと思います。経産省にお伺いします。前回、経産省の名前が出てきた、経産省にごく簡単な事実確認の要求をしたんですね。えー、1週間以上前に。経産省から ああ社会保障検討室に何人出しているのかうんぬん、そしたら担当者がいないから回答できませんと、なんなんですか、それは。で、1週間経って、昨日になって、いや、もう今日質問するからって言ったら、昨日の夜になって急に届きました、回答が。こんな簡単な回答、なぜ隠すんですか、1週間以上も。合理的な説明してください、経産省。はい 経済産業省大臣官房、中原審議官お答え申し上げますあの。先生から頂戴しましたあの回答の精査にあの一定の時間を要する必要がありましたため、あの時間がかかったということでございます石橋道博君。今日資料を配布しておりませんがこ、これに精査がいるんですかね。 ごくごく事実関係、経産省から何人検討室に出向してますかって、それだけです、ほ、まあ、他にもいくつか事実関係の確認で、これにせいぜい、や、私には担当者が捕まらないから分かりませんって言ってましたよ、こういうね、本当に事実関係を隠蔽されるような回答されるから、おそらく何か、ね、明らかにできない事実があったんだろうと思わざるを得ませんが、重ねて言います、我々は事実に基づいたちゃんとした議論したいんです。だから 資料データの要求をしているわけです国民に対する説明責任をちゃんと果たしてください、堂々と、経産省、重ねて言っておきますよ。一点確認です、結局、今回の一連の大元になった高材料について、新聞報道等では、もう今回諦めると、えー、これだけまあ批判があった、結局高所得の高齢者優遇ではないかと。 いう批判があった与党の中でも、公明党の皆さんも含めて、異論を挟まれて、もうこれ、諦めたという報道がされておりますが、もうそういう方向でえ決着するということでよろしいですか、はい、よしい内閣官房、加西次長。 あの申し訳ございませんあの、本件について私の方からあのご答弁できる立場にございませんので、えー、申し訳ございません石橋道弘君これ、ね。だからわけが分かんないですね、事務方でわれわれに説明するって言って、われわれの会議にも、社会保障検討会議の関係も含めて。 いろいろやっていただいてるんだけどもまあ通告している話なのでえこれ答えられないのはちょっとあの問題だと思いますが。 あまあそういう方向になったという報道もあります、我々引き続き、奇数は見極めていきたいと思いますが、ぜひこれは高齢者優遇の、あの高,あの高額所得者優遇策にしかならないような改革、改悪はぜひ断念していただきたいということも含めて、申し上げておきたいと思いますが、重ねてあの真摯な対応、資料の要求、これ、対応してください、そのことは申し上げておきたいと思います。えー、と障害者雇用水増し問題の対応について、いくつか確認をしておきます。 あの加藤大臣、大臣としての時代、今回、新たにまた大臣に復帰されて、この間、昨年のまあ8月の問題発覚以降の一連の経過、確認はいただいていると思います。もう何度もこの厚生労働委員会でも、この問題について、私も議論をさせていただきました。そこで、ちゃんと厚生労働省、対応を取っていただいているのかという確認なんですが、6月1日の時点で、 えー、昨年の10月24日以降に、まあ、新たに採用された、えー、3000人、まあ、余りの、えー、障害者の方々、えー、どういう就労状況にあるのか、定着状況にあるのか、まあ、残念ながらお辞めにならざるを得なかった方々がどれだけ出てしまっているのか、こういったことについては、8月末に数字は公表されておりますが、じゃあ、6月1日以降の定着状況、各省庁、出先も含めて、どういう状況にあるのか。 困難を抱えておられないのか、ちゃんとした就労定着の支援が行われているのか、厚生労働省チェックできているんでしょうか。はい。よし。はい。高矢<れ>障害者雇用開発審議官、お答え申し上げます、えー。6月1日時点の先生ご指摘ありましたあ進捗状況をあの公表させていただきましたが。 その,その際に進捗状況が芳しくない不傷の対象に、本年10月1日現在の状況を追加的なフォローアップを行っているところでございます石橋道弘君うんとはん。部分的にしかお答えいただいていませんが、えー、進捗状況が芳しくないという進捗状況の意味合いが分かりませんが、雇用率が達成されているところのみ、もしくは達成されていないところのみ、雇用率の達成という観点から、 確認をしていいるということならばは雇用率を達成しつつあるところも含めて、えー、採用された方々が本当に、えー、安心して就労しておられるのか、やりがい持って、えー、お仕事をしていただいている環境にあるのか、そういうこともちゃんと継続的に厚生労働省責任を持って、モニターして、えー、支援をしてほしいと、そういう体制を組んで、責任を持ってやってほしいと。 いうことをずっと議論してまいりました。それができているのかという質問をしているわけです。田谷審議官、失礼いたしました。あの先ほど十分答弁が出来なかったところでございます。あの先ほど申し上げました10月1日現在の状況との追加的なフォローアップを行っているところでございますが、合わせてそれ以外の部署につきましても相談等を通じて採用や定着に関する取り組み状況を適宜把握させていただいているところでございます。えー、引き続き。 採用,定着の適切採用定着にに適切に取り組むよう促してまた、今後とも各府省に対して、今般の障害者、選考試験により採用された障害者も含め定着、定着支援等を行う,行うとともに、政府省に対して採用計画の周期、まあ今年、本年末が採用計画の周期ということになりますが、その時点における採用状況等につきまして、特別調査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 石橋道博君あの、ね、チェックをしているっていう答弁するんですが、じゃあ、この半年間で何人お辞めにならざるを得ない状況になったのか、各省庁でどれだけあるのか、これ、把握してるんですか、高谷,さん谷審議官。お答え申し上げます。えー、私どもその 現在あの統計的に把握してますので、6月1日現在のもので把握してございますが、あのいずれにいたしましても、適宜,あの適宜といいますか、しっかり把握しながらあの対応を進めているところでございます、はい、石橋道博君。把握しながら対応するって言いながら、ずっと把握してないんですよ。この半年間、把握できてないという説明を受けています。大臣、把握してないんです。あれだけ僕らは厚生労働省に対してお願いをしたわけです。ね もうすでに6月1日の時点で、160人余りの方々が、何らかの理由でお辞めになってました、その理由もちゃんと把握はできてなかったんです。各省庁でかなりの対応の差がある、できてないところはできてない、なぜか何がどうできてないのかも含めて、ちゃんと支援をするようにということで、やります、チェックしながらと言いながら、結局チェックできてないんでです大大臣臣ここでは大臣にお願いです。 もう一度ちゃんと、その各省庁と連携、協力をして、残念ながら就労継続できない、もうせっかく希望を持って、今回、多くの方々が、今回倍率19倍です、ものすごく多くの方々が、この中央省庁の応募に対応ね要請に対して応募をして、希望を持って、就労、希望されて、そして採用された方々、働いていくわけです。 であれば責任ある対応してください。我々最初から4000人を一挙に採用するのはだめだと、無理だと申し上げてきたにもかかわらず、皆さんそれを強行されているわけです。だったらその責任を取ってください、ちゃんと。大臣、ぜひ責任ある対応する、大臣、指示していただきたいと思いますが、いかがですか。加藤大臣 いやあの全くやってないようなおっしゃり方ですけれども、そんなことはなくて、ですね6月1日の時点を見ながら、まず進捗率100%いってないところ、またその時点においては離職の状況、休職の状況についても把握をしながら、特に100%いってないところを中心に、ですいろいろとこちらから行って。 どうなっているのか、あるいは向こうからいろいろ情報をいただきながらフォローはさせていただいているということであります。それからこの年末にもまた特別調査を実施してですね、あのそれをやっていこうということであります。あの私どもとしても大量な採用をしていくそういう中で、まあ,あの10月1日時点ではですね。 この進捗率は100%を超えている状況でありますただし、この人たちがしっかりと定着をしていただくということは大変大事なことであります。したがって、離職や休職の状況、これらもしっかり把握しながらです、ね、また各省庁に対してもしっかりと助言をしたり、また連携を取っていきたいというふうに思っています石橋道弘君。 大臣あの4月、5月、6月の時点での経過をご存じないのか、方向を動けておられないとかわからないけれども、私たちが散々要求をして、ようやく厚生労働省は5月の連休明けに、じゃあ状況どうなっているのか調べましょうと、蓋を開けてみたら、すでに160人何がしの方々がお辞めになっていたということが判明したわけです。それまでお願いするまで全然動いてくれなかった、そういう事実があるから、我々は重ねてお願いしているわけです。先ほどの大臣の認識、甘いと思いますよ。 えこの半年間で一体どういう状況になっているのか、数字すらわからないという状況の中で、多くの現場からは声が上がっています、だからお願いをしているわけです。大臣、ぜひあの責任ある対応を大臣、先頭にしていただきたい、それ重ねてお願いし、我々引き続きこれ、チェックしていきますので、これね、いや、 そのそのうちあります、12月です、いや、そういうことじゃないと思いますよ、今この瞬間にも就労継続困難な状況にある方がおられるかもしれない、そのことは重ねて、ちゃんと対応していただくようにお願いをしておきたいと思います、これ、この今後も継続してフォローしていきます。えー、っと次に、先ほど田島委員が取り上げました人生会議ポスターの関係で、1点だけ、さら問いで確認をしておきます。先ほど答弁で これ、整備事業、一般競争入札総合評価方式で、吉本が落札をしてというのがありました、これ、そもそも入札広告を出す時点で、どういう要件出してたんですかね、そもそも今回、なぜこういう事態に陥ったのか、関係する当事者の皆さん、さまざま幅広い皆さんの意見なり、思いなり、そういうものが、 このイベント、この企画自体にしっかりと取り込んでおられなかった、そもそもそういうことをしっかり対応することが要件になってたんでしょうか、厚生労働省の責任、大きいんじゃないですか、今回、ね、なぜこういうことが起こってしまったのか、これ、お考えになる上で、そもそもの厚生労働省の企画、考え方、それ自体に対する問題、しっかり受け止めて、当事者の方々、関与いただいて、本当に大事な対応をしていただく、そういうことでよろしいですね。 はい加藤大臣あのこれからの取り組みということのご質問でよろしいですか、あの先ほども答弁させていただいたように、えー、この ACP というもの、この重要性については皆さん、よくご認識をいただいている、まあ、しかしなかなかこうした ACP という言葉を言っても分かりにくいということもあって、えー、人生会議とあるいは、 人生会議の日という、まあ、こういったことも有識者の方に入っていただいて決めさせていただいたわけでありますから、まあ、あのそこから先についてもです、ね、そうした有識者、あるいは関係者の方々の声を反映しながら進むべきであったという委員のご指摘、これはあの真摯に受け止めながらです、ね、今後の対応について、そうした方々の意見もいただきながら、まさに大事なことはしっかりと周知が図れるように、そしていたずらにさまざまな ご疑問を生んだり、あるいはそうした状況にある方を傷つけてしまうことがないように、十分配慮していきたいと思います石橋道弘君、はい。そこはぜひ丁寧にしっかりやってください、あの大事な取り組みであることはその通りですので、えー、関係者の声、しっかり反映されるような取り組みをしていただきたい、まあ、大臣、約束をいただきましたので、今後の対応、我々もしっかり見ていきたいと思います。えー、次に いわゆるパワハラ規制法案の指針について、えー、いくつか確認をしておきたいと思います。あの大臣所信質疑のときに、この問題、まあ、残念ながら参議院の付帯決議があ、まあ、無視されているような、ないがしろにされているような指針案、素案が、まあ、厚生労働省から均等分科会に示された、有識事態だということで取り上げて、まあ、大臣からあのとき答弁で、 えちゃんとした付帯決議を踏まえたまあ協議を進めていくんだという約束をいただいて、現場の皆さんにも頑張っていただきました。11月20日の分科会で、功労し、確認をいただいて、その上で今、パブコメにかけていただいているという理解をしております。先般、福島委員がこの問題、特にえ参議院付帯決議の9の2えまああの就活生、とりわけ対応について、今回、事業主の、 えー、措置義務の直接的には対象にはならないけれども、えー、望ましい対応の中には、これ、当然含まれるのでということで整理をいただいて、それは相談があってから対応するだけの話ではなくて、当然、予防的措置も含めた対応に、えー、をやっていくんだということも大臣、確認答弁をいただきました。えー、それは歓迎したいと思いますが、ちょっと、えー、その関連で、えー、もう今一度確認なんですけれども、えー、その、 内定者、つまり就活生、まあ、いろいろ就職の段階がありますねで、その際に内定が出た段階で、もうこの時点では、措置義務の対象範囲に内定者は含まれるんだという整理でよろしいかどうか、これ、大臣確認ささせてください藤沢局長。お答えを申し上げます、再務内定についてでございますけれども。 あの。 裁判例では、採用内定の法的な性質は事案により異なるとしつつ、採用内定通知のほかには、労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていない事案において、採用内定通知により、敷き付きの解約権を留保した労働契約が成立をするとしてございます。このため、このように採用内定によって、労働契約が成立をしたと認められる場合には、採用内定者は、 事業主や雇用する労働者に当たりますので、そのため、パワハラ防止の措置義務や、あるいはあの、えー、と相談等を行った場合の不利益取扱いの禁止の対象となるところでございます石橋道弘君、はいあの。そういう、まあ、裁判例も含めて、もうそういう対応で、これまでさまざまな労働行政をやっていただいていると。 理解をしますので、あの大臣、今、答弁いただいたとおりだと思いますので、これ、内定者、これ、しっかりと措置義務の対象として対応いただくんだということは確認の上えで、さまざまな今後の対応していただきたいというふうに思います。えー、と関連して、これ、大臣ご存じのとおり、今年の ILO の総会で、新しい条約、暴力とパワハラ、まあ、撲滅法条約第190号、 採択をされましたまずは ILO 検証に基づいて、国会への報告が必要です。まあ、その際に、日本における批准の方針などを含めて、国会報告をまずしていただかなければなりません。まあ、規定上は1年以内にということでありますが、これ、今回、こういう取り組みを我が国がしていることも含めて、これ、早急にちゃんと国会報告をしていただいて、批准、まあ、日本でぜひ批准に向けた、 前進をしていただきたいと思いますが、国会報告の方向性を含めて、この場で改めて確認をさせてください。加藤厚労大臣あのご指摘の国会報告については、ILO 検証の規定等に基づき、ILO 総会の会期の終了後、原則1年以内に国会に文書による報告するということでございます。でこの ILO 条約等でありますから、国会の報告は私ども厚労省と外務省が共感して行うとこういうことになります。 えーまあ、そうした、まあ、両省はもとより関係省庁とも協議をして条約の解約仮役の作成条約の各条文の国内法制における担保状況の確認等を行った上で条約についての政府見解を付すことにしております、えー、報告に必要な作業を今行っているところであり期日までに報告ができるようしっかりと対応を進めていきたいと思っておりますまたあの改正法の附帯決議においても 条約の批准に向けた検討を行うとされております今後、諸外国の規制の状況や、批准に向けた動向、改正法の施行の状況などもよく把握しながら、国内法制との整合性のさらなる検討を進めていきたいと考えております石橋道宏君あの。1年以内に、まあ、っていうから、1年ぎりぎりでって、なんか最近ね、えー、これ、アイエロ状況も含て、そういう対応が多いんです。 これだけ国際的な要請が高まっている、我が国における要請も高まっている、これ、迅速にやるべきです。大臣、外務省もせかして、早くきちんと国会に提案、報告をまずする、それは大臣の責任において、ぜひ早急にやってください、外務省のらりくらりでいつも遅いんです。 これは大事な案件だけに、大臣が厚生労働省大臣の責任として、ぜひ早急にやっていただきたい、その上で国民的な世論喚起も含めて、この批准に向けて、みんなでしっかり前に進めていく、そういう情勢を作っていただきたい、そのことは強くお願いし、我々もその役割を果たしていきたいと思います、えー、っともう1つ1点確認です。 あの外国人労働者の関係です、昨年以降、入管法の改正を含めて、外国人労働者の問題、さまざま、この厚生労働委員会でも議論させていただいておりますが、今回のパワハラ規制、事業主の措置義務、これ、当然、外国人労働者にも及ぶというふうに返しておりますが、これ、そういう理解でいいか、特に外国人労働者については、技能実習生、技能実習生の場合には、 これ、実習実施者のみの話なのか、監督機関にも、管理団体にも当然、管理監督責任がある立場で、パワハラを起こしてはならないという責任が生じるものなのか、特定技能労働者の場合にはどうなるのか、これ、採用する事業主は当たり前ですが、登録支援機関が自宅をしてさまざまな役割を果たします、登録支援機関もその責務を負うということでいいのか、これ、確認させてください。 はい。藤沢局長お答え申し上げます。あのパワーハラスメント等のあの防止措置義務でございます。けれども、あの法律上事業主が雇用する労働者はあの対象としてございます。で、このため、あの技能実習生を受け入れる。あの実習実施者。 特定技能外国人の受け入れ機関である事業主は、あの技能実習生またはあの特定技能外国人を雇用するものでありますので、あのパワーハラスメント等の防止措置義務の対象となります。一方で、あの今おっしゃいました、技能実習制度の管理団体や特定技能制度の登録支援機関につきましては、えっと 技能実習生や特定技能外国人を雇用するものではございませんので、法律上、この措置義務の対象とはなりません。しかしながら、ご指摘のように、技能実習生や特定技能外国人の方が、管理団体や登録支援機関のものから、パワーハラスメントに類するような行為を受ける可能性もあるとは考えられます。このため管理団体や登録支援機関においても パラスメントのこのこの改正法やその指針の内容を参考にあの適切な対応にあの努めていただけますよう関係省庁やあの関係部局間であの連携や協力をいたしまして必要な周知啓発をあの行ってまいりたいと考えております。石橋道広君、今特定技能も答弁いただきましたかね。特定技能も言うた。はい、藤沢局長。 あのえっ、ー、と管理団体だけじゃなくてあのえっ、ー、と登録審議機関についても答弁申し上げました。はい、石橋道博君。はい。あの積極的な答弁いただいてありがとうございます。ぜひそういう形で、えー、指導していただきたいと思います。あの管理団体が実はさまざまあの、えー、その立場を利用して。 えー、技能実習生などなど、あの人権侵害、あのそういった問題を起こしているのも、もうご存じのとおりです。ですので、ハラスメント、パワハラ、あそういう三類型に当たる行為が現にあると。 いう現場からの声もありますのでこれぜひ指導していただきたい大臣にもこれお願いしておきたいというふうに思いますそれでちょっとあの今外国人労働者外国人の関係申し上げましたので一点関係で今日法務大臣政務官来ていただいておりますありがとうございますちょっと一点有識事態で現場からあの声が上がっておりますのでこれ資料お手元の資料の1に配布をさせていただきましたこれ入管庁が公表している 創刊記者の実態について、まあ、10月1日の資料、えー、これの仮、えー非,対えー、非対例仮放免者の実態という資料で、えー、これ、配布をされている資料ですが、この事例4に、神奈川県警警察官殺人未遂事件という事例で挙げられております。こここれれれ政務官これ虚偽ですねこれは 殺人未遂事件ではないははずでです殺人未遂事件ではないものを、法務省入管庁がこうして、あたかも殺人未遂事件として、いかに仮放免者があなんかわ悪いことをしているのかということ、誘導されるような虚偽の、これ誘導されるのは、これ、有識問題だと思いますが、政務官、これ、虚偽ですね。 宮崎法務大臣政務官。個別の事案の詳細に関わることをお答え差し控えますが、あの入管庁の報告によりますとです、ね、お尋ねの資料の記載は、あ出入国および難民,難民認定法第62条の規定に基づいて、捜査機関から入管当局になされた通報により、把握をした事件内容に基づいて、報道等により、 社会的ををを集めたたた事件のの概要を記載をさせていただいいだものでございますお尋ねの事案について申し上げますと捜査機関からのこの第62条通報において捜査の対象である犯罪事実は警察官を被害者とする殺人未遂公務執行妨害および重刀法違反でありこれらの犯罪事実について逮捕・拘留されているという内容になっておりまして この資料に基づいて作成をしたものでございますただ、あの委員ご指摘の点は、あの判決をですね前提としてご指摘をしているかと思います。実はこの入管当局による通報は、刑事裁判開始前のものであるところ、入管庁によりますと、この資料作成の、作成及び公表にあたって、その後の刑事裁判の判決結果の確認をここを見るというところには至っていなかったというものでございます。 入管庁としては、捜査機関からの通報内容に基づいて資料を作成したものでありますが、まあ、判決結果も踏まえて、資料を作成すべきであるというご指摘については、真摯に受け止めてまいりたいと思っております石橋道弘君。いや、政務官、これ、とんでもない対応じゃないですか、ねえ、最初に基づだってこれ、今だ、政務官から、ね、説明あったとおり、これ、結局は公務執行妨害と銃刀法違反で起訴されて、 公務執行妨害は無罪になってるんですよ銃刀法違反のみで有罪になった、それはこの資料を作成して公表する時点では、当然ですけど、明らかになってるし、入管庁は把握していたはずです、把握していたにもかかわらず、それをこの資料で、あたかも、ね、悪いことをしておられるかのような、これ、そんな簡単に言って、総務官、済ませる話じゃありません。是非 撤回をすることに加えて、これ、謝罪をして、なぜこういうずさんな虚偽の資料が作成をされて、公にされているのか、これ今、公表されてますからね、即刻撤回回収をして、これ、人権侵害にも当たる行為です。政務官、責任持って責任追及を含めて謝罪していただきたい、よろしいですね。宮崎政務官入管庁としては あのこのおまあ通報は、62条に基づく通報でございます、その内容を知る時点としては、先ほども申し上げましたとおり、条文の文言で言いますと、その退去強制事務に該当すると資料をする外国人を知ったときということでございまして、裁判の時点よりも前のことでございます。 えまあただ、現時点においては、判決結果が出ておりますので、この判決結果もしっかり踏まえた記載にすべきであるというご指摘は真摯に受け止めてまいりたいと思っております石橋道博君政務官、違うでしょう、これ、本当に人権侵害ですよ、虚偽の、知っていながら、それをもう、これ、虚偽の宣伝をするために、これを使って、こういうのを今、周知されている。 は、これ、有識問題です。今の政務官の答弁、全然これ、人権侵害という深刻な事態に対する認識が甘すぎます。こういうずさんな対応されていては困りますので、これ引きず、重ねて謝罪と撤回と、そして責任者の追及、政務官、ぜひ検討してください。宮崎政務官。まあ繰り返しの答弁になりますが、これはですね入管,入管法第62条に基づいて、 捜査機関から通報された内容に基づいて作成をしたものでありまして事実を歪曲をしたり犯罪内容を誇張するという意図はなかったものでおりますただご指摘は真摯に受け止めまして判決結果も踏まえた適正な対応になるように入管庁に指示をしてまいりたいと思っておりますはい。石橋道弘君まあ最後指示してまいりたいというのがどこまでの範囲か分かりませんがこれ有識事態だと思います深刻に受け止めてください 法務省入管庁ですよ、人権侵害や、ね、何やってるんですか、本当に。あの対応を見ていきたいと思いますので、政務官、あのここで答弁いただいたわけですから、しっかりと、えー、指示の内容を含めて、改めて報告していただきたい、そしてわれわれもチェックしていきたいと思います。えー、っと政務官ここままでででですすすのでよろししければ退退席席いいいただいて結構は許石橋道博君 はい、えー、それでは次に、ですね、えー、遺族年金の支給要件の問題について、えー、確認しておきたいと思います。これ、あの遺族年金の支給要件、これ、いわゆる生計同一要件ですね、えー、死亡した人によって生計を維持されていた配偶者などという、生、え、計、ー、同一要件があるがために、DV の被害者が遺族年金の支給を受けられない、認定を受けられないと。 いう事態が全国各地で発生をしていて、各地で裁判にもなっておりますが、残念ながら、裁判所の判決、これもまちまちでありまして、多くの方々が認定を受けられないという状態に、長年これ、置かれているというふうに理解をしております。大臣、こういう問題が長年にわたって放置をされて、対応されていない、DV 被害者の方々が遺族年金を受けられず、 困窮されているこれ、大臣、存ででしたでしたょうか加藤大臣、今の回の一連の中で、させていたただきました、はい、石橋道弘君あの私も何ヶ月か前に、この問題、指摘をさせていただいて、まあ、それで大臣のところまで上がったのかもしれません、えーっと。私も現場から実は声を聞かせていただきまして、多くの皆さんがもう本当に困っておられると。 もう言うまでもありません、DV 被害で、とにかく居場所を知られてはいけない、存、ね、在知られてはいけないということで、大変な状況の中で、経済的にも困窮されながら、なんとかあ頑張っておられる方々が、えー、遺族年金の支給すら受けられないということで、これ、行政の私は不作為だと思います、こういった問題に対して、厚生労働省、知っていながら対応してこなかった、重大な問題だと思います。その上で 先般の厚生労働省に対応を促したところ、資料の4に配布をさせていただきましたが、この事務連絡という形で出していただきました、簡単に伺います、この事務連絡をこうして発出をしていただいたことで、今取り上げている問題、解決するんでしょうか。ははい、うん、答弁はあ加藤大臣 あのそもそもこの仕組みがです、ね、被,害被保険者等の死亡時に生計を同じくしていた配偶者であることが支給要件になっているということ、まあ、これも委員ご承知のとおりだと思います。で、その要件を満たすためには基本的には住民票上の住所が同一である、ただ個別ごとの判断ということでやむを得ない事情により住所が異なっている場合でも、 経済的な援助や定期的な音信訪問が行われ、やむを得ない事情が消滅したならば、企業を共にして家計を一つにすると認められる場合、この要件を満たすと、これまでされてきたわけであります。ただ、委員ご指摘のように、さまざまな判例もあります。まあ、そうしたことを踏まえて、まあ、特に DV を避けるために一時的に別居を行っている場合について、この要件を満たすことも十分ありうるわけでありますので、それについて、これは日本年金機構に対して、 現在での取り扱いの明確化に関する、まあ、事務連絡を行わせていただき、まあ、具体的には、まあ、ここに書いてありますか一いちいち言いませんけれども、そうした例えば別居機関の長短等々について、まあ、総合的に考慮して、整形同一要件を満たすかどうかの判断を行う旨、要するに一義的,一義的ではなくて、さまざまな要因を考慮して明確化するということを、機構に こういう形で通知をしたところでありますので、まあ通、機構においては、これをベースに今後もそれぞれの判断をしていくことになろうかと思いますけれども、また必要に応じ、厚労省としても指導をしていきたいというふうに考えております石橋道弘君。これ、この、まあ、事務連絡を出していただいたことで、先ほど来取り上げております、本当に全国各地で、 お困りの DV 被害者の方々、本当に救済されるのか、これ、ぜひあの厚生労働省としてもしっかり状況を確認をして対応いただきたいし、我々もまた見ていきたいと思いますが、ちょっと確認です、これ、大臣、答弁していただければ、これ、事務連絡を出していただいた、改めてこの丸1から4までの対応を含めて、今、大臣答弁あったように、現場でしっかりとそういった事情、勘案した対応をいただくということですが、これまで、 えーえーえー、申請をしたんだけれども、同一要件に当てはまらないという釈資定規で、えー、拒否をされてきた方々、そういった方々もこれによって救済されるということで、もう一度きちんと精査をしていただけるということで、これよろしいですね加藤大臣。ちょっとその手続き的なことは、要するにこう。 申請できる期間とか、ですねちょっとその辺の問題がよく私もすぐに答えられませんけれども、まあ、当然申請できる状況の方であれば、ですね、まあ、1回出したからといって、えー、いうことがいいのかどうか、それはちょっと案件ごとに見なきゃいけないと思いますけれども、そう、釈地定規で対応すべきことではないんだろう、ただ前提として、その方がそうした申請期間にあるかないか等について、ちょっと技術的に答えるものを持ってないんで。 その原則論として、今申し上げた対応であるべきだろうと思います。うん、石橋道博君はい、まああの 亡くなってからどれだけの期間か等々のまあルールはあると思いますが、えー、それに合致していれば、これまで釈主定義でまあ現場で拒否された方々も、えー、再度改めて申請をして、えー、この1、4からの条件に当てはまるかどうか、確認をしっかりいただくということだと思いますので、そういった対応していただくようにお願いをしておきたいというふうに思います。えー、っと時間がなくなってきました、すみません、あの急ぎます。 えと次にあの、リクナビの問題について、えー、取り上げておきたいと思います。えー、とお手元資料の5に、えーま、じゃ少し分かりやすい資料、最近の新聞報道でありましたので、改めて皆さんとも問題共有することも含めて出しておきたいと思いますが、えーとま、あの問題については、委員の,の皆さんもご存じかと思います、リクナビが辞退率の予測を販売をしていたと。 個人情報に関わる、とりわけ就活生の、本当にあの将来にも関わるような、個人情報、深刻なこういった情報が売買されて、ビジネスにされていた、有識事態だと思います。今日個人情報保護委員会に来ていただいております。あの、ちょっと私、わからないんですが、すでに、ま、あの指導、勧告をしていただいているわけですが、今、指導、勧告をされているのは、今年3月に陸並ビがルールを変更して、それ、変更して以降の、 えまあ同意確認をまあしっかり取っていなかった、その部分においてのみ、指導、勧告があったということだと思います、しかし、この新聞にありますように、それ以前にも、要はクッキーとかコードを使って、実は信じられないくらいのえまあ個人情報が1000以上の外部サイトとえまあ閲覧情報がリンク可能な状況になっていたということを考えると、恐るべき事態です。 これも明らかに個人情報保護ルール違反として、指導勧告すべきではないか、そう思いますが、これ委員会の見解をお願いします個人情報保護委員会事務局福浦、福浦次長、はい。お答え申し上げます。えー、8月にに月実証をいたたしししまま勧告つきましては その時点で支給に対応すべき点を対象としたものでございます、まあ、従いましてリクルートキャリア者に対する調査は現在も継続中でございまして委員御指摘の2019年3月の仕組み変更前のスキームにつきましても個人情報保護法上の問題があるとの認識のもと現在調査を進めてございますなるべく早期に調査結果をまとめたいと考えてございます 石橋道博君えと時間がかかっているようですけれども、今、ご答弁いただいたように、これはやっぱり、個人情報保護法違反の疑いがあるという前提でのまあ精査だと理解しております、これ、の他にも影響を及ぼす話ですので、これ、ぜひ早急にあの出していただきたいというふうに思いますが。 あの厚生労働省あの、今回の厚生労働省の対応については、私あの、すごく評価をさせていただきたいと思います。えーえー、厚生労働省あの、珍しく、いや違う<笑><笑>、えー、厚生労働省、今回はいち早く、えー、これは同意があろうがなかろうが駄目なんだというふうに判断をいただいた、ちょっとここでぜひ、そういう判断をした、えー、その理由も含めて、簡潔にあの説明していただければと思います。はい 小林局長お答えいたしますあの今回の,あのリクナビ自体はあの、職業安定法上は募集情報等提供事業というのに該当するわけでございますけれども、まあ、実際にはの情報を選別、加工していたということで、これはの職業紹介事業に当たるというふうに、私ども判断いたしました。 職業安定法の職業紹介事業に該当しますと、まあ、個人情報をみだりに提供してはならないという規定が適用されます。で今回はあの 事実上同意を余儀なくされていたということとそれからその2019事業においてもですね結果として個人情報が特定されるということになりますのでそこはみだりに提供されるということにあたるというふうに判断をして事業所及びあの業界団体に指導させていただいたということでございます。 はい、石橋道博君あの大変重要なあ判断をしていただいたと思います。えー、今、あの答弁ありましたように、まあ、これも誰しも知っておられると思いまリ陸ナビ、えー、それからマイナビ含めて、もう就活生、そこに登録しなければ、就職活動すらできないという状況に、まあ、もう置かれてしまっているわけです、それがこういう形で、個人情報のまあ乱用、悪用、まあ、本当にルール違反というような、これがビジネスとして売買された。 有識事態だと思います、まあ、それに,本に、まあ、本当に警鐘鳴らす意味も込めて、厚生労働省、判断をしていただいた、えー、そこも十分個人情報保護委員会も受け止めていただいて、政府として統一的な対応、こういうことは絶対あってはいけないんだということも含めて、対応いただきますことをあのこの場をお借りして、改めてお願いをしておきたいと思います。 えーっと最後、数分になりました、ごめんなさい、さまざままだ用意しておりますが、あの介護離職ゼロの関係で、えー、何問かだけ確認しておきたいと思います。えーまあ、安倍政権があ新三本の矢なるなるものを称して、えー、介護離職ゼロを大きな達成目標として掲げられました、どうなってるんですか、介護離職ゼロ、全然その進捗がどうなっているのか。じゃあ,あの 2015年にそれを掲げられたとき、介護離職が一体何万人で、今、介護離職がじゃあ、何万人まで進捗をしているのか、していないのか、ぜひちょっとこの場で紹介してくださいお島老健局長、はい、あの介護離職の状況につきましては、総務省の就業構造基本調査で把握をしております。平、えー、平成成年年年月月から平成24年9月までの1年間のの間間に介護の 家族の介護・看護を利用とする離職・転職者数は10.1万人でございました。に対しまして、直近の数字では、平成、その5年後の平成28年10月から平成29年9月までが9.9万人となっておりまして、この5年間で2000人の減少となっております。加えまして、同じその調査の中では、このうち離職後1年以内に再就職した方が1.1万人。 8万人から2.5万人へと7千人増加しておりますまたその調査の中で介護をしながら働く方につきましては平成24年10月時点で291万円に対しまして平成29年10月時点では346万人となっておりましてこの5年間で55万人増加というそういう結果となっております石橋道博君 まあの資料の6に参考でお配りをしております、今、答弁ありましたけど、総務省の就業行動基本調査で24年、29年で比較されましたが、重ねて言います、えー、皆さんが目標として掲げられたのは、28年ぐらいの時点だったと思います、えー、その時点ですでにまあも,うもう10万人という数字を言われていた、じゃあ、それがどうなったかということを、厚生労働省としてはちゃんと把握をしておりませんという説明です。 就業雇用動向調査による民間で、こういう数字が下の方に出されておりますが、えー、これで見ると、もうここ何年かの間で、むしろ離職者は増えているという数字が出ております、一体な何をしてるんですか、あれだけ看板政策として掲げてきた、それがむしろ増えている、こういう状況の中で、えー、まあ介護保険の制度の見直し、えー、今回、えー、要介護一人を切り離す、まあ、そういった議論をされている。 むしろ介護離職者が増えるような政策を皆さん取ろうとしているのではないか、こういった問題も含めて、 え果たして責任ある対応をいただいているのか、これ、重大な問題だと思いますので、今後の議論、来年の通常国会に法案が出てくる云々も含めて、これ、これから大きな議論になろうかと思いますので、この点もしっかり見ていきたいと思うことを申し上げて、すいません、今日またあの積み残しをしてしまいました、参考人で出席していただいた皆さん、申し上げれませんが、まだまだあ臨時国会会期がございますので、最後までしっかりとした議論させていただくことも含めて、以上、終わりにさせていただきます。ありがとうございました、はい 午後1時30分に再開することとして、休憩いたします。